両選手の経歴や戦績、ここでご紹介しましょう。まずチャンピオンです。チャンピオンは驚異的な戦績記録を持ちますヨリボーイカンパスです。メキシコナボホア出身の26歳、打ち合いを好むファイターで87年にプロデビュー以降13連続 KO 勝ちを記録、56の連勝を続けた後94年にフェリックス・トリニダードの持つ IBF 世界ウェルター級タイトルに挑戦しましたが、壮絶な打撃戦の末4回 TKO 負け。96年にはホセ・ルイス・ロペスの持つ WBO 世界ウェルター級タイトルに挑戦しましたが5回 TKO 負けしています。そして97年12月にはラウル・マルケスに8回 TKO 勝ちして IBF 世界ジュニアミドル級タイトルを獲得、ついに世界の頂点に立ちました。今回が初防衛戦となります。戦績は71戦69勝2敗、69勝のうち59の KO 勝ちがあります。一方挑戦者はあのトリニダードをダウンさせた実力者、ボクサーアンソニー・スティーブンスです。アメリカテキサス州ヒューストン出身の33歳、86年にプロデビュー、93年にフェリックス・トリニダードの持つ IBF 世界ウェルター級タイトルに挑戦しましたが10回 KO 負け。で97年にはラウル・マルケスとクーイの IBF 世界ジュニアミドル級タイトル王座決定戦で対戦しましたが、この時は9回不運の TKO 負け。今回3度目の世界挑戦になります。成績は39戦29勝8敗2引き分け、29勝のうち17の KO 勝ちがあります。この試合歴戦のファイターカンパスの防衛戦です。前回71戦目にしてね、ようやくチャンピオンになりました遅咲きの選手なんですけれども、あの小泉さん、今両選手のプロフィールあったんですけど、その中にあの両者にラウル・マルケスという言葉がね、第三者が出てくるんです。この3人の三角関係ちょっと説明しておいてもらえますか。はい、まあ、テリー・ノルスがその IBF のジュニアミドル級タイトルあの返上したんですね、まあ、WBC と IBF 統一したんですけれど IBF を返上したと。このクイ決定戦でですね、ラウル・マルケスとアンソニー・スティーブンス対決したんですけど、不運なことにですねバッティングダウンだったんですよ。で後でそのビデオで判明して、そしてスティーブンス側の抗議がそのなりましてですね、そして上位に据え置かれたんですね。ところがその新チャンピオンになったラウル・マルケスがヨリボーイ・カンパスに敗れて、このヨリボーイ・カンパスにこのスティーブンスが挑戦すると、そういう三角関係なんですね。ということで浜さん、これは本当に楽しみな視点ですね。まあそうですね、まあ共通した選手もいるしですね、カンパスは何発でもパンチは出すんですよ、ただ一発だけのパンチ力だったらスティーブンスの方も負けてないですね。そうですね、楽しみです。カンパス何発出すでしょうか。行きましょう行きましょうか。それでは早速ご覧いただきましょう。3月23日アメリカコネチカット州マシャンタケットフォックスウッズカジノで行われました一戦です。どうぞ。And now, ladies and gentlemen, from Foxwoods Resort Casino, Top Rank Incorporated, along with your undisputed, undefeated King of Beers, Budweiser, this buzz for you presents 12 rounds of boxing for the IBF Junior Middleweight Championship of the World. Sanctioned by the Mashantucket-Pequot Gaming and Athletic Commission, Chairman Robert Hayward, Vice Chairman Roy Butler, Commissioner Bill Hickey, Executive Director John Mesville, also sanctioned by the International Boxing Federation, President Robert W. Lee, Supervisor Ringside Walter R. Stone. The three judges scoring this bout on a 10-point must system will be Robert O'Brien, Adelaide Triplett, and Stephen Steve. And when the bell rings, your referee in charge of the action, world champion veteran Ron Lipton. And now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, from Foxwoods Resort Casino, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the red corner, wearing red trimmed with white, his weight 153¼ pounds. His professional record, 29 victories, 17 by knockout, with 8 defeats and 2 draws. He comes to us from Metairie, Louisiana. Ladies and gentlemen, here is the IBF No. 1 ranked junior middleweight in the world, Anthony the Warrior Stevens.
3度目の世界挑戦です。挑戦者アンソニー・スティーブンス。ファイターが初防衛戦を迎えました。よりボーイカンパスです。 IBF 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ。さあ浜さん、はい、どこに注目されますか。カンパスはしつこくしつこく打ちますよね、その時にですね、スティーブンズの方は一発あるんですよ、はい、しつこく柔らかくしつこく打とうとしている時に先にパンチをカンパスに打ってしまうと危ないかなという感じはしますけどね。そうですか、はい、ご覧のような身長体重です。両者ともウエイトのところややスティーブンスが上回っています。 69.5キロ、そしてカンパスが 69.7 キロってなります。まあ、数字の上からではカンパスの方がですね5センチ背が高いことになっているんですね。さあ、まもなく試合が始まります。 IBF 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ12回戦です。試合が始まりました。今上逆に行ってしまいましたね。失礼いたしました。サルーンはカンパスです。 IBF 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチです。青と赤のトランクスが空いています。よりボーイカンパス、そして赤のトランクス、白のサイドラインが入っていますのはスティーブンスです。左を出していきました。カンパス、まあジュニアミドル級ですね。まあスーパーウェルター級のリミットというのはですね、まあ約70キロと思ってください。はい、でミドル級が 72.5 キロですよね。でこの70キロより、まあ、カンパス今日はその約500グラムその軽いんですよね、はい、リミットより体を沈めまして、まして上体を左右に振ります。中に入っていきました。よりボーイカンパス26歳でこれが72戦目です。前回の71戦目が王座奪取の試合でありました。以来3ヶ月半ぶりのこの初防衛戦ということになります。一方のアンソニー・スティーブンス、こちらも3ヶ月半ぶりの試合です。前回の試合が39試合目、97年12月8日に行っています。2ラウンドノックアウト勝ちを収めました挑戦者のスティーブンス。球を合わせます。もう一回距離を取りました。まあ、タイプ的にはですね、ブルーのトランクスのチャンピオン、よりボーイカンパスの方がファイターですよね、はい、でスティーブンスの方が、まあ、ワンツー、はい、まあ、ボクサータイプですよね、入っていきました、カンパス、まあ、いいパンチを持っています、よりボーイカンパス、ジャブで応戦します、スティーブンス、浜さん、はい、まあ、カンパス、パンチはありますけれども、はい、一発中という形ではないですね。一発じゃなくてですね、はい、この選手は何発でも出すというタイプなんですよね、はい、それでしつこく打っていく最中に相手がもうきつくなって倒れるという状態があるんですね、その時にどっちかというと見ても分かると思うんですけど、カンパスあんまり手長くないんですね。そうですね、ですから射程距離まで来るまでに相手の長いパンチを食う可能性結構あるんですね、それはトリニダードとの試合もそうでしたからね。そういったところをスティーブンスの方がこの距離からもっとパンチ出せれば、チャンスもあると思いますけどね。そうですか、左いいジャブ出してますよ ね、 そうですね、左が身を持っていきましたが、これはかわされています。33歳になっていますアンソニー・スティーブンス、ランキングは1位です。このチャンピオンのカンパスというのはですね、ちょっとスロースターターの傾向がありますね、はい、第1ラウンドを終えました。 IBF 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチ、1ラウンド目はですね、スティーブンスのラウンドですね。私はそうですか、挑戦者、はい、スティーブンスが取りました。まあ、ここでちょっとルール説明ありますね。スリーナックダウンルールの適用はありません。スタンディングカウントありません、はい、レフェリーだけが試合をストップできる、どのラウンドもゴングに救われないと、はい、
ラストラウンドでもダウンがあればカウント続行ということですね。で、まあ、いつものようにですね、採点基準なんですけど、まずあの有効なクリーンヒット、これが第一ですね、はい、その次に構成、防御技術、そしてリングジェネラルシップと言いますけれど、ペース支配、これできるだけ10対10つけずにですね、僅差でも10対9振り分けるというのが世界的な傾向です、はい、ダウン1度あると10対8、2度あると10対7、こういう採点基準ですね、はい。まあ、1ラウンド目はですね、やはりあのスティーブンスのジャブの方がよくヒットしてましたし、手数も多い、有効なクリーンヒットは多かったと思います。さあ、ゴングが鳴っています。第2ラウンドが始まりました。 IBF 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチです。今ゴングの直前ですけれども、 VTR でしょう、ヨリボイスカンパスのちょっと目のあたりをチェックしていました、まあ、おなじみのミゲル・ディアスさんなんですが、ミゲル・ディアスさんがこのラスベガスで、このカンパスに、コーチしまして、トップランク路線で再生したという形になっています。ワークアウト、確かにポンと引き離す感じがありました。アンソニー・スティーブンス、カンパスは距離を詰めて、連続してパンチを出そうと思っていますけどね、はい、その入っていきながらやっぱりパンチ切ってますよ。ああ、そうですか、はい、ボリボーイ・カンパス、うん、切ってますよ、パンチは。うん、ボディを打ちます。過去2度世界に挑戦しましたが、いずれも失敗、そして3度目ようやくこの世界のタイトルを手に入れました、ヨリボーイ・カンパス、これが初防衛戦です。このニックネームのヨリボーイっていうのはですね、はい、ホワイトボーイっていう意味らしいんですね、っていうのはですね、あのマヨインディアンのそのインドの人たちと一緒にその育ったらしいんですけど、その中では相対的にこのヨリボーイカンパスはですね、その色が白かったのでみんなにホワイトボーイって呼ばれたらしいんです。それでそれがヨリボーイの名前の由来らしいです。ああ、メキシカンであります、ヨリボーイカンパス、ワンツー、右はサイドに持っていきます。カンパス、ボディブロー、カンパスはアマチュアも経験しています。アマチュアでもいい成績を残していますが、47勝1敗ですね。そうですね。で、あの小泉さん、プロになったのが早かったらしいですね。そうですね、15歳ですよね。これは年齢的に早い、ですからこれだけのキャリアがやっぱりあるわけです。左利き、日本では17歳からなんですけどね、あ、ライセンストレーナーですね。左パー、なるほど。まあ、昔はですね、沢田二郎さんが秋山雅也さんからその東洋タイトルを取った時に、実際これ17歳だった、そういうのがありますよね。そうなんですか、はい、あ、まあ、それまで、まあ、言葉は悪いんですけど、年齢を詐称してプロを転向しておいて、それで、それで、まあ、17歳のチャンピオンになってしまうんね。第2ラウンド残りわずか、ボディブローを打ちに来ました、カンパスです。浜田さんは何歳でプロのライセンスを取りました？私は18歳です。高校卒業してすぐライセンス取りました。あ、そうですか、はい、さあ、まもなくゴング今になりました。第2ラウンド終えています。第2ラウンドは小泉さんどう見ました？このラウンドは距離が詰まりましてですね、はい、ヨリボーイカンパスのですねボディーブロー、それからショートのあのパンチが当たりましたね、はい、そのパンチの方が有効だったと思います。チャンピオンカンパスのラウンドです。分かりました。第1ラウンドと第2ラウンドご覧いただきましたが、あ、また目の鼻のこうブリッジのところですね。あ、オスカ・デラホーヤが TV コメンテーターですね、はい、インサイドにいるようです。まあ、カンパスもこのまま路線うまくいけば、デラホーヤと会いたいんだと、あ、そういったことも口にしているようです。事実その青写真というのは引かれてるんですね。お、そうですか。これは楽しみだ、もし実現すればでありますけれども、楽しみな戦です。1、2ラウンド終了しています。そしてリングサイドにはあのデラフォーヤも陣取っております。 IBF 世界ジュニアミドル級のタイトルマッチです。おー、飛び出すレート、挑戦者カンパス打ってますよ。アンソニー・スティーブンス、右から左を返します。右打ち押し、左引く、返しますが当たりません。まあ、カンパスの方がですね、チャンピオンの方がパンチは重いんですけど、そスティーブンスのパンチシャープですよね。簡単になりました。シャープなパンチを持っていきますが、あーっと重たいパンチを返します。カンパスは食いながらもしつこくいこうとしてますけどね、これしつこくいけるかどうかまだ分からないんですけど、
あのこの食い方だとまともに食ってる状況がありますからね、はい、これ効いてしまいますよ。あ、浜さん、カンパスは一番、はい、タフでも確かありましたよね。タフでもありますね、ただタフではあっても打たれることにいいことはないですよ。ナイスアッパー、オートヘビー、振ってますよ、効くような感じになりました。俗に一周一回と言いますけど交代交代ですね、2ラウンド目カンパスが良かったんですけど、このラウンドは今度スティーブンスがいいパンチ当たってますね。このところ不運なイメージが突きまとっています。挑戦者のアンソニー・スティーブンス、それを振り払うことができますか。チャンピオンになれば見事それを振り払うことができましょう。第3ラウンドちょうど半分です。一回距離を調整します。左から右、いつも当たっていません。ボディーブロー、ボディーブローを差し直していきます。より強いカンパス、まあ、カンパスの得意とするパターンがありますよ。あのボディーブローで相手を弱らせておいて上に返していくと、それでに行きたい状態ではありますけど、ちょっと食いながらの状況もありますよね。さらに左を伸ばします。食いながらのパン、あのパワーでやや押していこうというところがありますね。ちょっと鼻のところからやっぱり出血が始まっているようです。まあ、体力的にはですね、まあ、ウェルター級上がりなんですけど、このカンパスの方がありますね、はい、まあ、このチャンピオンのスタイルはですね、ガードを固めて接近してその距離まで来るとガゼンショートの重いパンチを連打で持っていくタイプですね、3度目の世界挑戦になりますアンソニー・スティーブンス、カンパスローも3度目にしてこのタイトルを手に入れました。左のボディーブローカンパスです。チャンピオン、さあチャンピオンが、ボディ効いてきましたね。前進します、前進します、ボディ効いてきましたよ。交代しました。スティーブン、スティーブンスはボディが効いています。下がります、さあと待ってます。完全にカンパスボディ効いてるなという感じでもう一回打ってきます。こんな感じで低く打っていくのは得意ですからね。第3ラウンドを終えています。このラウンドは採点が難しいですね。と言いますのは前半ですね、いいパンチ入れてましたよね、スティーブンス、はい、カウンターで一瞬ガクンとこさせましたね、まあ、約2分間スティーブンスのペース、その最後の1分間ヨリボイスのペースで、そのボディブローがまた効きましたね。だけど全体的に見てですね、このラウンドどっちがより相手を痛めつけたダメージ与えたかというと、私はスティーブンスの方を取りたいと思いますね。そうですか。ただ意見の分かれるラウンドでしょうね、はい、というのは最後の1分間した支配した方が印象が濃いんですよね。そうですね、うん、だけど私はその冷静に見るとスティーブンスの方がダメージ与えてたように見えますね。それでは浜田さんも、私もスティーブンスのラウンドですね。お二方は一致しました。ちょっと長くないですか。チェックしています。ドクターです。どっか怪我しましたかな。1位のアンソニー・スティーブンス、これは挑戦者コーナーです。あ、1分以上ありますからね。1分以上休んでますからね。ダメだという今合図を送ったんじゃないですか。ブーイングも湧き上がっています。3度目の世界挑戦スティーブンス、試合終了です。カンパスが間髪を入れずに手を挙げましたね。ドリボイカンパス、今のジェスチャーでお分かりの通り初防衛に成功です。これはどうしたんでしょう。ちょっと肩のあたりがおかしいらしいですね。とすると肩脱臼したのかも分かりませんね。さあ VTR ご覧いただきましょう。この VTR で分かるでしょうか。打ってますよね。スティーブンスのチャンスのところですね。いいカウンターが当たりましたね。相手のけぞりましたよね。両方パンチこの時点では出してますよね。今の攻め方だと怪我しているようには見えないですね。後半ちょっとパンチが出なくなりましたけどね、スティーブンス。スティーブンスはですね、はい、ちょっと運がないですね。今ですね、はい、これクジャクのその、まあ羽飾りなんですけどね、はい、これペナーチョっていう人形の羽飾りらしいですね。やはり
とディスロケーションですから打球 の, その可能性がある。それで試合続行不能でチャンピオンの3ラウンド終了 TKO 勝ちであると言ってますね。なるほど、はい、リコッと笑みを浮かべましたヨリボーイカンパス初防衛に成功です。